ははいどうもこんにちはです、えー、今日も数学の問題を考えていきたいと思います。問題は、えー、数学3の複素数平面の、えー、一次分数変換の奇跡の問題です。えー、単円の、えー、像ですね。単円の FZ による像の問題。まあ、一般には奇跡の問題と言われていますけれども、えー、とこの点 W の奇跡を 求めるということですけれども、まあ、これは手法よく知られていますよね。あのまあ、大体の参考書には載ってると思いますし、教科書にもあるような問題ですので、えー、解法を知ってる人が多いと思います。w=fz という関数を、まあ、これ、一次分数変換と。一次分数変換というふうに呼ばれていますけれども、えー、分数ですね、変換と。で、まあ、分数変換というのは、 えー、逆関数が存在することが知られていて、まあ、これ z イコールについて解くことができるんですね。これ f インバースの w なんて書いたりしますけれどもで、えー、と z について解くと z イコール1というこの条件がそのまま f インバース w イコールの絶対値が1という w の条件に変わり。 えっと、w の条件から、まあそのえっと、W の軌跡が分かるという形なんですね。まあこれあのアポロニュースの円の知識なんかがあると簡単に、えー、解くことができます。ただねここではあのその,、まあ、ス,タンドのスタンダードな解き方ではなくてもう少しあの大学の関数論の知識をちょっと応用してですね、えーまあ、あの解いてみたいと思います。 でキーワードとしては等格者像という言葉です、えー、等格者像とはどういうことかというとも、えー、ともとその fz というのを、えー、これを複素数,数の関数として考えた時にまああの普通にまあ微分とかができる関数のことを正則関数っていうんですねで正則関数の中でまああの 分数関数は分母が0でない点では分母が0になる点ではえっと生息微分ができないのでそういうのは有理系関数というふうに言われていますまあ名前は別に覚える必要はないかなと思うんですけれどもとにかく分母が0にならないところでは微分ができるんですね分母が0でないところではでは微分ができて 同関数も同じように計算ができると。でまあ同関数の値がえっ、ー、と算出してできるからえっ、ー、と微分をしろというそういう問題ではないんですけれどもまあ,あの要するに f'x を求めることができて f'x の値がト、えー、ですね0でないところでは等角なんです。等角という意味はどういう意味かというとえっ、ー、と これ Z0 という点で等角というのはそこに通る点例えば C1 と C2 という曲線がありますよねまあこれ直線になってますけれどもそこの角度が角度がまあこの映った先でも角度が保存されるというのが等角っていう性質です等角性ですねだから Z0 は FZ0 にこう映るわけです 映っても、この C1 と C2 の像が、まあ、あの、こんな風に映るわけですよね。まあ、曲線になるかもしれないし、直線になるかもしれない。それはわかりませんけれども、でも、この角度は保存されるんです。この角度は、えー、保存されるということです。ここの角度一致するんですね。この角度は。FC1 と C1 の像と C2 の像は保存されるんです。まあ、それをちょっと、 えー、Z の2乗という関数で見てみましょう。こうです、ねえー、っとこ,こは第1小源の、えー、ここが1です。ここが1という点でここが i です。でここは1たす i という点です。でこの、まあ、正方形を、まあ、分割して、えー、縦に えっと実軸に垂直な直線と平行な直線を入れて、まあ、その像がこちらの像です。これですね。で例えば 1+i の像この辺の像はどこになってるか1の像は分かりますよね。1の像は、えー、っとこれ fz= イコールこれは z の2乗という二次関数ですね。 これも f'z は 2z ってなる関数なんですけど f'z0 は0のところは要するに0以外のところでは0以外では等角なんですね。で等角であるとどういう状況になってるかというと例えばこの1たす i っていう点は、えー、と z の2乗でどこに移るかっていうとここに移るんですよ。f の値は ここに移ります,いいですかここが F1+i です。つまり 1+i の2乗ですね。1+i の2乗計算するとここに2になります。で、じゃあ、えー、このこの線ですね。この1から 1+i までのこの線はどこに移るんですかと。この線は、えー、1がここに移るので、1は2乗しても1なので、この線になります。 これ、直線,ですよ、ね、直線は、えー、曲線に移っちゃうわけです。で、この線は、えー、っと、まあうわ、xy 平面だと思って式を書くと、x イコール、えー、1マイナス、えー、っと、マイナス1、1マイナス4分の 1y の式ですかね。このような式になります。 で例えば y が、えっと、2の時にはちょうど x が0になるわけです。まあ、こんな式になるわけです。要するにこれは放物線ですよね。いいですかじゃあ次に、えー、っとここの線ですね1プラス i から i までのこの線この緑の線はどこにどう映るかというと、まあ、i から1足す i までこうやって変化をさせると。 この像はどこに行くかっていうと、i の二乗はマイナス1なので、fi はここです。つまり i の二乗はマイナス1なので、ここです。で、ここから1足す i までこう行くわけですよね。つまり、こう逆にこう、こういうふうに登っていくわけです。わかりますかで、じゃあ例えば、ここには、要するに格子状に点が並んでますけれども、真ん中の点取ってみます。ここに。 の点ですよね、ここの線は二分の1プラス KI という形の線です。これはどこに移るかというと二分の一の点は2乗したら四分の一に行くわけです。だから0.25なのでこの辺に移るわけです。でそこからねこんなような線になるわけです。 こういう線になってここに行き着くわけです。こうなるわけです。これも放物線です。でじゃあ、えー、今度今度真ん中のこっちですね。これ2分の i から出発してこう横に行くと。こう行くとどうなるかっていうと2分の i の2乗はこれもマイナス0.25なので。 大体ここですよねここから出発してこういってここでぶつかりここまでいくわけですまあこういう曲線を描くわけですねこれも放物線ですで、えー、と何が言いたいかっていうと要するにこれって全部あの格子状になってるので例えばここ垂直ですよねここ直角に交わってますよねここも直角に交わってますよね ここもここも直角に交わってますよね。で直角に交わってるところは、えー、っとその像もやっぱり直角に交わるんです。だから例えばここの点で言うとこの点はここで直角に交わってるっていうことが言えます。これあの接線が垂直ってことね。これカーブなので直線ではないのでここの点でのそれぞれの接線が垂直になってると。 でじゃあここの垂直の状況はここに来てるわけです。ここが垂直になってる。この垂直はここが垂直になってる。ここの垂直はここの垂直に現れてる。ということになってるわけです。まあ要するにこれ全部この格子上は全部垂直なのであらゆるところが垂直なんです。これ。ここもここも全部垂直なんですよ。 ここもです。全部あの垂直のようになってますよね。まあ、これが要するに等角写像と呼ばれるものです。つまり、えー、直行している、まあ、直行じゃなくても、えー、直行じゃなくてもその角度を、ま、保つ写像になってるんですね。複数関数はあの2次元の平面を2次元の平面に移すので図がなかなか書けません。だけれども えとこの直行という状況をこう像に移すとまあその行き先でも直行してるっていうのが目に見えてわかるわけです。まあ、これをちょっと踏まえてですねこれを踏まえて直行性を利用してこの複素,素算数を考えていきます。では元に戻りますね。この問題です。えー、単円がどこに移るかっていう話なんですけど。 まず考えたいのは、えー、と単円がどこに移るかと。ということとあと虚、えー、軸ですねこの虚軸これがどこに移るかっていうのを考えてみたいと思います。この虚軸は、えー、どうかけるかというとこの点は z=ki というふうにかけます。 で、z イコール ki の像を計算すると、fki ですよね。これは KI、ki マイナス 2i。それから、2倍の ki マイナスプラス i ということで、i で割れば、k マイナス2分の、k マイナス2分の 2k 足す1という形になりますよね。で、これは、 えと実数になるわけです。K は実数ですから。ってことはこの単円はどこに移るかっていうと,、えー、と実軸に移るんです。このこの円の居軸の像は実軸なんです。ここに移るんです。つまり、F KI の像は実軸なんですただし、えー、1点だけ映らない点がありますそれは2ですねこの値は決して2にはなりませんえー、っと K をプラス無限大にしたときにプラスマイナス無限大にしたときに2になりますしたがってこのえー、っとまあ巨軸の プラス無限大というかマイナス無限大無限限大大の方向に行った時にまあこれつながってると考えるんですねこうつながってて無限円点というところでつながってると考えるんですよ先ではでその無限円点の行き先が2に来るという考えで直線が直線に移るというふうに理解することができますつまり F の無限大は2というふうに考えるということです で今単円の像を考えてるわけですよね単円の像を考えてるので次にどうするかというとこの、えー、この i ですねそれからプラスマイナス i これの行き先を考えますこの i とそれからマイナス i の行き先を考えるんですけど i の行き先はまあここの k に k に 1>, えっと1をプラスマイナス1を代入した値なので、まあ、そこに代入して考えれば計算できますよね実際にちょっと計算してみると、えー、F の Ki は K に1を代入すればいいので1マイナス2分の 2×1+1 でマイナス3ってなりますねつまりマイナス3に移るわけですここに移ってくるわけです あちょっと円を消しましょうか。円を移して、マイナス3という点に移ってくると。これが F の i です。いいですかですね。で、じゃあ、 えっと、f のマイナス i の値はというと、f のマイナス i の値は、マイナス1を代入したので、マイナス1マイナス2分のマイナス2足す1ですよね。つまり、マイナス3分のマイナス1で3分の1となります。これも実数ですよね。つまり3分の1ということになります。ここになります。こことここの点を通るということがわかります。で、 えと一次分数変換は円を円または直線に移るんでしたよね移すんでしたよねだから像は直線になりますでしかもここ注意してくださいここ i のところはこの単円は垂直なんですよこここっちも垂直なんですってことは円はこの点でこの実軸に垂直になるはずですしたがってこの3と 三分の一を直径とする円になるしかないんです。ここが垂直になるはずなんですから。したがって求める像は、つまり z イコール一の一の像は z イコール三分の一とマイナス三を 直径とする円ということになりえすもちろんねあの一次分数変換の像が円または直線になるということを使っているのでまあ,あの国立の2次試験の例えば記述の時にしっかりと使えるかというと少々疑問は残ります。 あのやっぱりねその説明が不十分と見なされてもおかしくはないですよねただしあの確認はには使えますよねこの議論というのは確認には使えてえっとここになるというのは確固たるこう自信を持って答えることができます、えー、中心はだから3とマイナス3の中点ですねここが中心になる。 つまり、えー、2分のマイナス3プラス3分の1つまり3分の6分の、えー、マイナス9たす16分のマイナス8つまりマイナス3分の4ですねで、えー、中心があ中心が点マイナス3分の4で半径が えー、3分の1を足したものなのでマイナス3分の1足す3分の1で、えー、マイナス3分の5ですねプラス3分の5ですねの円ということになりますかね。はい。まあこんな感じでその一次分数変換は等角写像という事実を使ってえー、っとまあ円または直線が円または直線に移るんですけれども どの円に移るのかどの直線に移るのかっていうのが実は簡単に分かってしまうんです。その無限点を考考慮ににに入れてててえー、考えることによって、まあ、すぐに答えが出てしまうんですね、まあ、そんなことも知っておけば、えー、入試に関して、えっと、問題を解くのにもかなり有利になりますし、えー、答えを予想することができるという点で、えー、まあ有利に働くこと 間違いないいと思いますなので、まあ、大学入ってもねあの複素関数論でこの等覚写像というのは習う人多いと思いますしえっ、ー、とまあ微分化の関数としての,あの性質として、えー、確実に習うものですので是非、えー、ここでねあの学んで、えー、使ってみてはいかがでしょうか。はいというわけで須さんの、まあ、ちょっと高度な話題 ですけれども、等角者像についてお話をしました。ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったら登録の方お願いします。